でも全然右の方が薄いじゃん、やっぱほら。はい、どうもこんにちは、たかしです。はい、第2回ゆるトークなんですけど、まあ、何話そうかなってまだ思って、ちょっとふと思ったのが、まあ、僕右側だけハゲんじゃねえかっていうね。こういう悩み人いるかな。明らかに右の方が毛量が少ないんですよ、頭。これ何これ。だから俺こうするともう明らかにわかるの、これ絶対右、これなんか3本ぐらいしか入ってないんじゃないかって、こうつまむとこうするとさ、超少ねえんだよ右だけ。まあ、気のせいなのかわかんないけど、でもやっぱ いるよね、あるよねそういうの。まあ、そもそも、まあ、ちょっとあれで、やっぱ昔に比べたら相当減ったよ、毛量。もうちょっとね、3、4年前はやっぱり、ね、髪セットとかしててもビシッと自分なりにあったんだけど、今なんかやっぱね薄いって感じも。でもハゲんの嫌だよね、やっぱね。男としてやっぱハゲたくはない。あと M 字ね、 100% M 字もう見せたくないけど、あの他の動画ではなんか豆まきのやつとか M 字になってるなって思うんだけど、いや M 字は組んだよね俺絶対。 M 字プラス右側だけハゲる、何それ、なんどういうハゲ方それ。でマジでさ、右側だけこれこのまま行くじゃん、右側絶対少ないの俺毛で、右側だけハゲてったらどうなんの俺、なんか足目みたいになるのかな。逆に自然足目からここだけめっちゃツルツルなのに、でこっちバーなるみたいな。どうすりゃいいんだろう、どうしようかな。ここだけ育毛剤ずっとこうやってやってようかな、右側だけ。それもあり、いやねえわ、やだわ、やだよそんな生活。右側だけずっと育毛剤こうつける生活はやだやだやだ。でね、まあ、ネットでちょっと調べたんですよ、片側だけ髪が薄いと感じるみたいな。それでね、調べたらね、いや結構やっぱあるみたいよ。しかもなんかつむじの向きに影響があるみたいな、よくわかんないけど、なんか割合として右側を気にされてる人が多いみたいだね。マジか。要因としてはつむじの向きにいる毛の流れの影響が出ています。なるほど。10人中8人から9人のつむじは時計回りらしい。マジか、俺時計回りかな。いやわかんねえ、自分見て触ったらわかんねえ、触ってなんとなく、なんとなく時計っぽいけど、まあ、あ、なるほど、毛の流れ、つむじの流れで毛が生えてるらしいのよ。だから左側はこう時計回りだとしたら前に流れてて、だから右側はこう流れてるね、毛がこう生えてるらしいのよ、要はこう。だから毛をこう手入れた時にザッとね、こう毛の流れに向かって手をこう入れるからやっぱ薄く感じるみたいな。こっちはこう流れてるところにこう入れるからめっちゃ当たるんだろうね手が。へえ、なるほど。まあ言われてみれば確かに左こう生えてる気がするんだ、なんかこれ髪が髪がこう生えてる、初めて意識したわ。25になって初めて髪がこう流れてること意識したわ。確かにこう流れてる気がする俺、ほんとだ。なるほどね。え、じゃあ薄くないの俺右だけ。いやでもちょっとじゃあ入れ替えるよ今これ。はい、これ映ってるでしょ、これを左右逆にします、バン。え、どう。でも全然右の方が薄いじゃん、やっぱほら。何これ、これ分け目のせい。いやでもやっぱ右が薄いんだって、どうしよう、こっちだけ上げたら。でもどのうち上げるか、うっせえわうっせえわ、やだやだやだ、上げたくないやだ。どうしよう、上げたらどうしよっかね。やっぱ上げたらもう買っちゃう、男性諸君、自分もし上げたら、いや上げたら買うか。それかもうだから開き直るよね、開き直って俺ハゲなんでっていうのをネタにしつつ、まあ、ちょっと育毛とかそのやるよね、もう通うよねそういう病院に。なんか今皮膚科とかでもできんでしょあれ、なんかあの皮膚科で AGA ね、あがわかんないけど。AGA なんで AGA なのかわかんないけど、まあ、やっぱ行くか、行った方がいいね。とりあえずもうだネタにしつつでね、いやもう俺ハゲなんすよっつって、ずっとっすみたいなね、それをしつつまあ皮膚科行こう。うん、そうだね、それやっぱ一番無難だね。やっぱり日常のケアなんだろうね結局は、やっぱハゲっていうのは。つまりじゃあやっぱ俺右側だけ常にケアした方がいいんだね、やっぱり。やだよ、右側だけ育毛スプレー生活はちょっとやだな、こっちだけ。ねえ、だって全体やっちゃったら結局全体も伸びるわけだからね、割合は変わんないじゃん。つまりやっぱ右側だけこういう生活を強いられるわけでしょ。まあ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 、
あんまり望ましくはないけどね、まあ、そこでね、まあいろいろ調べてたらね、そのスカルプ D が出てくるわけですよ。かの有名なスカルプ D でね、まあちょっとスカルプ D 始めた方がいいかなっていうね、まあ、そろそろだって僕ももう25だからちょっとスカルプ D 始めます。そう、それでですよ、ちょっと話変わるんですけど、全く別の話なんですけど、まあ、スカルプ D で見てたら、ちょっとあのヒカキンさんがあの動画コンテスト、そのスカルプ D の会社のアンファーさんと一緒にやるっていうことで、ちょっと僕挑みます。うん、ちょっと本気で、まあ、いい感じの動画を作って、まあ、優勝して100万ちょっといただければね、もうこっからどん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 活動のペースをね、もっと増やしてって、そのグランプリめっちゃ欲しいなと思ってきたんで、ちょっといい感じのスカルプ D の動画を作ってあげますんで、ぜひぜひその時は見てください。いや、これ優勝したらでかいっしょ。もしかしたらヒカキンさんと俺ちょっと共演できるかもしれないしね。あー、まあいいか、そんなわけないか。いや、でもしたいな、やっぱり。いやね、いや、僕なんでこういうことやってるかっていうと、まあ音楽やっぱずっとやってたいなっていうのもあって、うん、でいろいろ自分なりにね勉強して、やっぱりちょっと音楽業界やっぱり厳しいんですよ今。うん、で最初は音楽一本で行こうと思ってたんですけど、まあ、やっぱり自分を知ってもらうっていう意味でも、やっぱり動画をねやって、で動画も楽しんでもらって、自分の音楽も聴いてもらって、でそれすればね、やっぱ自分も生活ができて、でみんなに元気を与えられるっていうことで、まあ、今 YouTube で活動をメインでやってるんですけど、でやっぱこのグランプリ取れば、まあ、少なくともやっぱり上に行けると思うんでね、で上に行けば行くほどね、やっぱいろんな人の目に触れることができるんで、そしたら、まあ、僕がいろんな人を元気にしたいっていうね、この思いがみんなにより多く広まるんじゃないかなっていうことでね、そんでね、もっといろんな人元気にして、で日本中元気にしたいと思ってるんでね、うん、僕の動画だとか僕の音楽だとか通じて、うん、日本を元気にできるんだったら、それは素晴らしいことだなと思うんで、うん、やっぱ本望ですね、それは。まあ、自分自身ちょっと元気がなかった時期とかもあったんですよ。まあ、僕も人間ですから、うん、だからね、まあ、同じような経験をした人に元気を与えることがねできたら、僕も本当に幸せなので、まあ、その思いも込めてちょっと動画グランプリ取りに行きたいと思いますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。でなんかね、ツイッターとかフェイスブックでその投票するらしいんですよ。なのでちょっとまたツイッターとかね、あのフェイスブックでまた告知いたしますので、まあ、ぜひぜひフォロー、そしていいねよろしくお願いします。そうですね、メインとしては、まあ、ツイッターで主に、まあ、こういった形で投票やってますみたいなことまたつぶやくと思うんで、まあ、ぜひぜひ応援していただけるとありがたいです。はい、まあ今日は第2回ゆるトークでしたけど、まあちょっとなんかね、話がハゲからスカルプ D からグランプリの方行っちゃったんですけど、うん、まあ今回はこんな感じで終わると思います。またね、いろんな動画上げていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。明日も頑張っていきましょうぜ、グランプリ取るぜ、バイバイ、高橋でした。あ、やっぱ薄い薄い、やっぱ右だけ。登録ボタン登録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